にちは。こんにちは。はい、こんばんは。こんばんは、こんにちは。あのさっきあの、うん、いろいろ企画やったんですけど、はい、ここの練習場面白いのでちょっと紹介したいなと思って、はい、動画を撮りたいと思います。はい、すごいですよ。で、今ドライバーばっかり打ったんですけど、うん、ちょっとこうアイアンとかもちょっと打ってみてくれませんかね。はい、おーしょー、まっすぐ行っちゃった。アドレス通りに行きました。90ヤード以上飛びました。あ、そっか、そっか。あ、もっと飛んでんじゃん。嘘。ドライバー近くよりくらい飛んでる。おいおいおい。7番アイアン。今良かったですよ。まあ奥行き130ヤードで、はい、まあ横浜にある練習場としては、うん、まあまあかなと、うん、こう打ち上げになってますけど、まあ狙いやすい島もあって、はい、で1回2回3回とあるんですけど。まずですね、おすすめポイント1がある。はい、料金がすごいことになっている。そうなんですよね、さっき見ましたよ。これほら、こんな破格設定でいいんでしょうか。毎日打ち放題、3時間、2時間平日も土日も、土日祝日も打ち放題です、うん、平日は3時間制、土日祝日は2時間制。平日3時間打ち放題、しかも夜中の、ね、夜中の12時までやってますよ。1回1900円で3回だったら1500円で3時間打ち放題ですよ。いやー、ちょもうなんかもうアプローチ練習って本当になんかボールもったいなと思ったんですよ。1球20円とかね。そう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 、都内行くとね。そうだけどこれだったらもういくらでも打てます、うん、まあ3時間もね多分打てないんじゃないかな。土日は確か2時間になるんですよね、3時間はね。そう、2時間でもいいっすよね。いいっすよ、2時間で1回でも1900円ですよ、うん、ここね。1球10円いかないんじゃないですか。そういう計算ですね。2時間より全然いかないと思う。2時間200球打ったら10円いかないですから、ね、うん、わーお、なんですよ。あ、しかも年中無休。年中無休、駐車場も110台。一応パッティング練習場もある、はい、ということで、まずコスパが良すぎるですね。もう一つ、うん、皆さん気づいたと思うんですけど、うん、これね、これですよね、うん、すごいのが練習場に飛距離測定器があって。そうなんです。これドラコンバージョン、ドラコンバージョン、ね、で今皆さん見たと思うんで、ドライバーの飛距離とかが見れると、うん、でこれあれなんですよ、トップトレーサーって言って、トップゴルフっていう有名なアメリカで流行ったものがあるんですけど、まあ、あの辺の上にカメラがあって、それで全部のボールの弾道を見てる、うん、そうなんです。そうですね、どこから見られるか。それで、あ、上から2階と3階にそれぞれあるんですよね。2階だけ、うん、そのカメラが全部見てくれるんで、はい、そんな差はない、うんうん、で補正も効いてくれるんで、はい、そうですね、うん、ちゃんと弾道もね、弾道がちょっと右にスライスしたったらちゃんとスライスするし、うん、引っ掛けた左っこいってるし、もう丸裸です。そうで他のモードもちょっとやってみましょう。はい、はい、この70のヤーデージがまっすぐというふうに設定して、はい、こちらのニアピンの設定をしちゃいます。147ヤードニアピンチャレンジ。ショー、おパイセンでもスタンスが右向いてましたけどでもはい、ちょうど、あ、すごいすごい、バッチリミスさ乗ってないグリーンがないとミス、なるミスだし、キャリーでちょうど良いですねあ、すごい、はい、すごい、本当にこうグリーンまで行くんですね、はい、そう、ゴルフ場にいる感覚でえ、すごい、すごい、マットに平行で大丈夫だと思って70、あの左側にある あれです。いい球だがあ、これまたミスや、またミスや、ミスや、同じようなとこ、はい、乗りません。いった、おお、今度こそこれはいった、すごいピン筋だ、おー、もっと転がれ、おお、いや、めっちゃナイスー3回目の正直これ何メートル？ 2.35 ヤード、2まで2、お、もうこれワンパット圏内ですよ。はい、は
はいバーディー、はいバーディーというのが面白いニアピンです。これが自分のアプリにも登録される。これめっちゃ面白いんですけど。多いっすね。どこがいいですか。すごくないですか。ストックボール T 選んで赤で赤で T の設定もできるんだ。すごい。シミュレーションゴルフってことですよね。そう、練習場にシミュレーションゴルフがある。え、新しい。ってことでしょ、はい、右のバンカーは200で入る的な。ピンまで478ヤード、はい、いきなり長いです。パー5ですか。はい。え、すごくないですかこれ。練習場で、はい、練習場でコースを回った気持ちでやってるっていう、なんか練習場って大体同じクラブで毎回毎回ずっと打っちゃって、これやると違うクラブが打つ。左パターン右を向いて、いや、いいと思いますよ。超えて超えて、あ、超えた。フェアウェイ、オッケー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 、ナイスフェアウェイ、はい、ピンまで306ヤードまだまだあります。いい球を、なんか当たった、なんか当たったよ。やべえじゃないですか。完璧っす。おー、OK。 今で160、残り、残りまだ160なもう一回打つか、もう一個大きい球を打つか。もう5番ウッドじゃないと。今何番使った。今7番で、7番ウッド、はい、5番苦手なんですよ。5番は苦手、はい、練習場ですから。そう、ちょっと左ですけど、あー、だーバンカー、はい、バンカー、練習場なのにバンカーがある。あー、できないので、うん、なるほどね、近ければ近いほど。このヤーデージが一番近いところがあれが28、はいはいはい、あー、あそこの正面の、グリーンが45、はいはいはい、でこの真ん中に近いとバーディーで、ちょっと外れるとパーで、全然外れるとボール。どこ狙いますかってことは、好きなとこ狙っていいんだ、はい、じゃあ45にします。45、真上から、おお、おお、まあ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 、こんな感じでね。ボギー、惜しい、惜しいです。ランがあればボギーです。 OK、はい、っていう、だからもうずっとラウンドできる。楽しい。これ良くないですか。ちょっとこれは3時間あっという間に過ぎちゃうかも、うん、はい、でこれで、うん、今毎月いろいろプラン変えてるんですよ、はい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 、なので、まあ、1900円、1500円に合わせていくらとか、うん、はいはい、なんかいろいろ料金変わるんで、それはお店の人に聞いてください。はい、わかりました、はい、いやこれちょっともうすでに私ハマってるんですけど、ね、はい、ポイントゲーム、まあ、各その狙う場所に応じて、ここから見てこの28だったら、うんうんうん、あそこにある30、うん、45だったらあそこのあれ、はいはい、でここの黄色い円の中だと50点。あー、なるほどなるほど、うん、70点のやつところはないね。だから、まあ、50点、あ、ここか、この109って書いてあるとこが赤色なんで80かな、おー、っていうのを狙っていきましょうと。ただしここをちゃんとぶち抜いていくと2倍になる、はい、だからゆっこちゃんはこの109って書いてある、うんうん、もう2を超えて109に行ってほしい。109、これで距離が確認できます、はい、奥のピンですね。109ってあの一番奥のピンですか。あれあれっすか。あれ、なかなかすごい、なかなか面白いところにありますね。お、いった、あー、通った通った、通った2通ったよ2倍通った、本当だ、通ってる、
かける4つ。おお、あ、3ができた。3が出てきた。3だと82のところだね。82のと今2倍通って、まあ、近くまで行ったんでよしと。80ってこれじゃない？一番奥のこれですね。おー、行った。あー、でもあー、外れた。外れます。あれ通ってた。あれ3倍超えたよ。超えたよ。あ、通ってた。突き抜けた。あ、1個目のやつがこれか、うん、3倍超えました。おお、楽しい。3倍超えてます。だから今のところ次これ62、40点の2倍と60点の3倍いってるからもう優勝です。でこれ面白いのが、別に自分が狙ってるところがどことかじゃなくても結局その近くまで行けば点数入るわけじゃないですか。コパイセンはかける2で60を狙います。あかん、あー、低かったよね。低かったんだ。低かったよね。でも10点もらえます。はい、楽しい、はい、っていうのが、はい、横浜朝日ファミリーゴルフにあって、はい、この施設があるのは日本で今ここだけなの。おお、ですよね。今のところ。おお、楽しいですよね。楽しい。なので値段が安いだけじゃなくて、はい、こういう面白機能もついてるんで、うん、もう関東近辺の人はみんな来てくださいっていう。ですね、はい、通っちゃうかも。マジで好きだ。3時間ってこれあっという間ですわ。めっちゃ楽しい。皆さん楽しんでください。はい、これはしかも一人でも楽しいですし、やっぱ友達とちょっと対決しながらとか。そうですね、今4人までって書いてあったから、はい、同じ打席で2人まで、うん、ああ2人まで出す、はい、2人までいける、はい、2打席で、はい、ね、1打席で2人でいけるから2-2とかでチーム戦いける。チーム戦いける、うん、楽しい。ぜひちょっとね、なんかリサちゃんとかコロナもみんなで行きたいですね。はい、うん、はい、じゃあおすすめでございます。おすすめでございます。はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、来てください。はい。